やる気、元気、たまき、霊感ロットのたまきのズバッとじじネタトークです。こんにちは。はい。基本的に1日に2本動画アップしてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ツイッターでも何か日々つぶやいておりますので、ぜひフォローお願いします。はい。今日のお題はじゃん。トラビスジャパン、トラジャ、トラジャでいいのについて、あのー、占います。はい。 今までね、ジャニーズは数多く占ってきて、トラビスジャパンについても、リクエストがかなり多かったんですけれど、あの、やっと、あの、占います。長くなってしまいました。今までね、お待たせいたしました。はい、トラビスジャパンね、7人いるんですね。今回私、全く分かってない状態で占うコーナーです。なので、名前とか間違えないように、振り穴も振りましたが、もし、なんか、 間違えたら申し訳ありません。間違えないように、あの、最新の注意を払って頑張りますが。はい。えー、まず、カバラ数比術っていうので、えー、青年月日から出す数字なんですけれども、そこから、それぞれ全員の性格、性質っていうのを見ていきますね。カバラ数比術の運命数の出し方っていうのは、過去に私が動画で出してるので、カバラ数比術、 とかで、カバラス秘術、運命数の出し方かな。で、検索すると出てくるので、ぜひご覧になってください。はい。あの、この内側っていうのが、その人の本質の数字です。もともと、中心にある性質、本質であって、この外っていうのは、ペルソナとも言いまして、外に演じる姿。ね、皆さんも、なんか、家に、家とか、親しい人に見せる姿とか、と、 職場とか学校とかで見せる姿。周りに対してなんかこうやってついつい演じちゃうんだろう、だよな、みたいな姿違う方が多いと思いますけれどそあの、その差ですね。あの、これは外に対してこういう姿を演じてしまう、見せたくなっちゃうみたいな感じです。はい。川島ノエルさんがリーダーでいいのかな すごくリーダーっぽくない数字だったんですね。で、この中で一番リーダーっぽいのが、締めかけさんなんですよ。8。この中で11,8、3、3 9、3っで見ていくと、8がリーダーの数字なんですね。なので、締めかけさんリーダーにならなかったんだって思って。 川島さんはね、リーダーっぽくないんですよ。11っていうのは、本誌の11、不思議ちゃんなんですね。見えないものを感じ取る、新刊タイプ。繊細で優しくて、人の気持ちとか、見えないものを敏感に感じ取る。11で有名なのは、手越優也さんです。手越優也さんが両方11でした。内側も外側も。ちょっと不思議ちゃんじゃないですか。あ、なんかあんな感じ。あの、人と、 ずれてるんですね。浮世離れしてるんですよ。うん。でも本人はそれに気づいていないっていう感じです。で、外側もゾロ目なんですよね、22。ミヤチカさんも一緒ですね。これ一緒に行きますね。ペルソナ22どういう性質か,性質かっていうと、えっ、ー、と、世界を変える数字なんです。で2たす2の4の数字を元にしているんですが、4がいなかったね、今回。4の人がいないんだ、このグループ。 あ4っていうのは、真面目で頑固で、コツコツ頑張る、なんか、ザ・ A 型みたいな感じ <laughs> あの。例えて言うなら、うん、コツ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 努力して何かを積み上げていくみたいな、超真面目な数字なんですね。それをこう、ゾロ目にして22になりますとですね、その強い、ものすごい強い正義感を結構、 人に押し付けてきたりするんですよ。その正義感もまた11と同じ感じで、普通の人とずれてるんですね、軸が。うん、ちょっと宇宙目線というか世界目線というか、こうしなければいけないみたいな正義感、義務感みたいなのがずれてて、かつそれがものすごい強くて、人にもこう結構それを押し付けてくるみたいな、悪の強いというか、個性的というか、悪が強いはちょっと言い過ぎかな。うん 個性的です。かなり強い、パワフルな感じです。22の人が近くにいるとね、わあ、強いなって思う。エネルギー強って思う。 感じがあると思います。うん、島さんは全体的に不思議じゃないですか言動とか。どうでしょうちょっと人と変わってるよなみたいな。なんかこう、世界規模なことを言ってみたり、夢を語ったりね。そんなことしないですかね。で、締めかけさんはさっき言った8はリーダータイプ、駆け抜ける戦士です。お金仕事にとっても強い数字で、えー、夢とか理想とかを現実にする力が誰よりも強いです。で、白黒は,はっきりしてます。 自分の好き嫌いもはっきりしてるし、周りからの好き嫌いもはっきりしてるし、敵味方がパカーンってこう分かれるような数字です。パワフルな数字です。で、外面の五、締めかけさんと松倉海人さん、両方一緒に行きますね、ペルソナの五語っていうのは自由とか変化を愛する旅人タイプなんですね。一つのところに留まれなくて、やりたいこととかやってることがコロコロ 変わる。うん。なんか猫みたいな感じです。で、天才肌ですで。感性とか感覚とか、そういうのがとても鋭いですね。頭の回転とか、あと行動力とかも速い。スピード感のある数字です。環境の変化への適応能力とかがすごく優れてます。であの、実力派俳優さんに最近語が多いなっていうのは思ってます。芸術家タイプですね。芸術家とかなんか自分をこう、表現する能力にすごい長けてます。 続いて、古澤さん、静谷さんの本質33。あ、松倉海人さんも33だね。この33もゾロメさんですね。ここ、このグループゾロメが多いの一、ね。11、22、33。33っていうのはサンタスさんで6の性質を元に持ってるので、6っていうのは愛を与える導き手。あの、正義感がとっても強くて、その正義感を元に、 周りに愛情を振りまくんです。困ってる人を助けてあげなきゃいけない。私が助けなければいけないみたいな正義感がすごい強いんですね。それで母性が強いというか、もう困ってる人を放っておけない。もうみんな助、助けたくなっちゃう。そんな感じで愛情を振りまきます。 まあ、基本的に優しいとってもいい人なんだけれど、たまにあの、私はこう、自分はこう、何々してあげたのに、みたいに見返りを求めちゃうことがあるので、そういう時にね、なんか、激しい愛憎劇みたいになっちゃう。33とか6の人は。で、ゾロ目になると、これもまたね、軸がこう、世界規模、宇宙規模になってくるので、こう小さい家庭とか、 会社とかにいないで、世界に羽ばたくとか、まあね、22もそうなんですけれど、22、33とかの人は、世界に羽ばたく。大きな舞台。とりあえず、うん、そうね、大きければ大きいほどいい。広い世界で自分を、なんだろ、う、その能力を発揮すると、とても大成します。ただね、この22とか33は、なかなかその能力を発揮できないで一生を終えてしまった。 もったいない方が多いんですけれど、あ自分はパワー強いんだって気づいて、世界とかに飛び出すとすっごい能力が発揮できる人です。で、古澤さん、えっ、ー、と、外側ペルソナ1、松田さんもですね、この1まとめて言うと、えっ、ー、と、我が道を行く、いや、道を切り開いてゆいく王様か。うん、道を切り開いてゆいく王様タイプ。リーダーですね。自分の8と似てるんですけれど、自分のやりたいこと、 うそれを実現させていく能力っていうのはとっても強いです。で、そうだな。注意点はわがままさ、わがままになっちゃうとか、自分のご、傲慢になっちゃうとか、勝手に身勝手になっちゃうとか、そういうところに注意しないと、なんか本当に王様っていう感じになっちゃうので、その辺は注意です。すごいパワフルな数字ですね、でも。で、中村海人さん。ここからね、怒涛のまさか、海人3人組が出てくると思わなかったわ。 こんなにグループにカイトさんが3人もいるってある <laughs> ?7 人中3人ってすごいパーセンテージでカイトさんがいらっしゃるのねって書きながら思ったんですけれど中村カイトさんの9。9は1人だけよね。9はあの心優しい平和主義者です。9っていうのはかなり完成された数字なので大人なんですね。言動が大人だし考え方も大人で完成されてる。で、繊細で優しいです。 で、争いを好まない。で、悪いところといえば、優柔不断さとかですね。うん。そのくらいで、あんまり悪いところが見当たらない。で、中村さん、外も毒でしょ両方すっごい優しいんですよ。めっちゃ優しくないですかこの人。周りに対して。 気配りするとか、ね、親切にするとか、ね、困ってる人助けてあげるとか、な,なんかね、そういう細やかにみんなに優しくできる、優しい方だと思います。で、宮近さん。3は一人だけかな。宮近海人さん。あの、本質3は、良くも悪くも子供。純真無くな、純真無くで天真爛漫な創造者タイプです。3もね、5と同じで、 天才肌なんですね。感性とか感覚がすごい鋭くって、あの、将棋の藤井聡太さんが3ですね。あと、河野太郎さんも3です。あの、性格がとても愛嬌があって可愛らしいんですね。みんなから愛される性格なんですよ。だけど、悪いところが出ると良くも悪くも子供なので、感触を起こしたり、わがまま言ったり、あでもないこうでもない騒いだり、勝手に、 です。3 <laughs> の人は買って。あの、うちの娘はそうなんですけれど。でも、憎めない可愛らしさがあるんですね。そんな3です。天才肌。あの、芸術に向いてます。な音楽とか、なんか自分を表現するもの、習い事とかさせると3の人は花開くと思います。で、松倉さんは両方説明書を得たか。33と5ね。優しい。正義感が強くて優しい。 で、それが世界規模みたいな感じ。で、外側が変化と自由を好む。で、松田さんの6は、中村海斗さんのこの6と一緒か。あ、6って説明したっけ ?33 の時に説明したのか。6は、その、その、正義感が強くて、優しさを振り巻くっていうタイプですね。で、1は、古澤さんの時に説明した王様です。はい。こんな感じですね。どうですか合ってますか <laughs> ね、<laughs> 何も知らない状態で言ってみたけれどで、ここで、あの、玉木的メンバーカラーっていうのをつけてみます。これはあの、すでに多分メンバーカラーあるんですよね、ジャニーズだから。それとは全く関係なく、もしも私が今見た性格から彼らに色をつけるとしたら何色になるかっていう、 私の勝手なコーナーなので、当たり外れは全く関係なく、あのー、私の趣味だと思ってちょっと聞いてください。私が色をつけるとしたら、川島さん間違いなく紫だわ。不思議だもん。もうこれは最初に決定だよ。で、締めかけさんは、すごい情熱的でスピード感があるのね。リーダーとスピード感、変化。赤です。力強い、パワフル。そして、そして、難しいよ。 もう33と6の方がね、3人いるからね。優しい人には6にはついついこうピンクをつけたくなるんだけれど、3人いるからどうしようかなと思って。吉沢さんと松田さんってすっごい似てないくないですか性格。33と1と6と1でしょふ、ふるじゃない。吉沢さんの方がちょっと世界規模に、ちょっとね、 不思議というか浮世離れした感じだけれど、基本的にすごいそっくりだと思います。あー困るー。<laughs> どうしようか。吉沢さん、白にしようかな。優しいと王様、優しいと変化。待って、ここ,こ置いとこう。似ててわかんないよ。宮近さんがね、三しょ、子供って、外が強いんだ。黄色かな。待って、青っぽい人はいないのかな。 大人、中村海斗さんが青かな。さあ、どちらかにピンクをつけよう、私は。<laughs> 6か33、どちらかにピンクをつけたい。あー、どっちか、こっちかな。松倉さんかな、ピンク。そうしましたら、優しいプラス王様。うーん、緑。こんな感じで、私が色をつけるとこうなりました。どうでしょうかしっくりきますでしょうかはい。では、トラビスジャパンの今後の1年の 運勢を見てみますね。映ってるかな半分くらいしか映んないかなはい。ズバッと出ましたが、お伝えするのは大変心苦しい、あの、悪いカードがガー って並んでしまうパターンたまにあるんですけど、たまにじゃないか。まあよくあるか。最近はね。あの、某感染症のせいで。よく芸能人とかありがちなんですけれど。うーん。あの、じゃあ先に言っときます。ちょっと結果としてはあまりよろしくないです。全体的に。悪い角がザーって並んじゃった。まず過去が太陽の逆なんですね。まあこれは見ての通り、あの、太陽が逆なので。 あん、安立ち込めてます。なんか失敗するとか、成功しない。暗い感じですね。過去がまず暗い。そして現在が星の逆を背景に力の逆。期待してたんです。何か彼らは。何かを期待して、うん、憧れ、期待を抱いていたのに、それが実現しなかった。それを背景にして力の逆。 やる気をかなりなくしちゃっています。今、エネルギーとかパワーとか、やる気とか、あもうちょっとやってらんないよ、みたいな感じになってしまってる状態としてね。でも、気持ちはね、頑張ってるんだ。気持ちは、健在意識は戦車なので、いや、でも、いや、負けてられるから、頑張るぞ、みたいな。 戦う気満々です。潜在意識、表面の意識。で、潜在意識も運命の輪なので、チャンスが合えば、タイミングさえ合えれば、ね、自分たちだって、いや、うまくできるはずだ、みたいな、ね、ちゃんとチャンスを狙っています。 で、もう近い将来2、3ヶ月後、節制の逆なので、えー、ストレス。これは気持ちの流れとかお金の流れに似てるんですけれど、そういうストレスとかで、なんか気持ちの流れがすごく悪いとか、自分たちの気持ちをコントロールできない。ちょっとね、悪循環に入ってしまうかな。で、彼らの置かれている立場っていうのが、法を背景に審判。 法王は誰だろうなジャニーさんかな亡くなったジャニーさんの存在かもしれない。それを背景に、が、ほね、法王がいなくなっちゃった。法王の存在があまりに大きかった。でも今いない。それを背景にして、審判の逆。結果が出ない。お呼びがかからないみたいな、なんかね。デビューできないね。そういうこと。結果が出るとか、なんか決意するとかいうカードなんですけれど、だから、結果が出ない。そういう立場です。で、彼らの、 を取り巻く環境がマジシャンの逆。これはね、創造性とかアイディアが湧かないとか、勘がさえないとか。なので、周り、トラビスジャパンを取り巻く環境、周りのいるじゃないですか。スタッフとか、マネージャーとか、ね、経営者とかね。その人たちのトラビスジャパンの使い方とか、今後の活躍のさせ方みたいな、 イメージとかアイディアが上手くない。なんかそういう、上手に彼らの能力を発揮できるようなアイディアが湧かないみたいな、そんな環境にいます。で、可能性にフールが出たんですね。フールっていうのはなんかね、フォローしちゃうとか、どっか行っちゃうとか、うん、なんかあんまりよくわからない言動をしてしまうとか、無知無計画みたいな感じなんですよね。 なので、まずこれをパッと見た時に思ったのは、この、え、ジャニーズでグループがなくなるとかある解散とか、ジャニーズジュニアが解散するとか、そんなことをちょっと、ふとよぎったりもしたけれど、まあ、そんな可能性もなきにしもあらず、そう、これね、ふらふらともうどっか行っちゃうとか、蒸発しちゃうとか、なんかい,いなくなっちゃうみたいな、そんなカードなんですよね。で、最終結論が女強皇の逆なので、 これはね、抽象的な意味だと、冷静さを変えて自分自身を見失って視野が狭くなっちゃうっていう状態になるか、もしくは、経営者の女性、メリーさん、ジュリーさんな、そのあたりからあんまり気に入られないとか、ちょっと見捨てられちゃうとか、そんな感じが見られるかなこんな強硬の逆。あ、でも、対策、対策に、 女帝が出たんだ。じゃあ、これは多分娘さん。待って、ジュリーさんとメリーさんのさ、名前がどっちがどっちだかわかんないけど、こっち娘さんだと思う。で、これはお母さんの方だと思う。女帝。お母さんの方にちょっと頼んでみないよとか、お母さんが何とかしてくれるかもしれない。そんな、ちょっと一筋の救いを求めるなら、あの、ジャニーさんの奥さん、娘さんのお母さん。 名前がどっちだかわかんないけど、ごめんなさいね。そ、うん、そっちの方にちょっと頼るといいかなっていう感じが出ています。ああ、結構悪くて、なんか申し訳ないです。まあ、あくまで占いなので、で、対策のカードもね、ちゃんとあるので、あの、タロットカードはあの、今のままの流れでいくとそうなっちゃうよっていう感じなので、対策とかをしっかり取れば、で、この結果を聞くことで自分の言動とかを、 変えることで未来はどんどん変えるので、ね、タロット占いを受ける方もいらっしゃると思いますけれど、そこで悲観したり、もう絶望的だ、もうおしまいだってならずに、まあ、ポジティブにね、使っていただけると幸いです。あ、こういう結果だから、じゃあ、こういうふうに変えればいいんだ。こういうふうに変えれば未来は変わるな、みたいな感じで使っていただけると幸いです。はい。ということで、トラビスジャパンについて占いました。いかがだったでしょうか じゃんけんいくよ。たまきじゃんけんじゃんけんぽい。チョキなので群の人の勝ちです。じゃあね、バイバーイ。